さあ、我らカミニートに来ました。イエーイ。マラドーナさんも現地アルゼンチンタンゴの聖地といえばここカミニート、ついに来ました ね、 ね。もうアルゼンチン滞在も終盤あと3日しかないです。あと3日なんですけど、やっと来たっていう、ね、駆け込みボカ、やっとね、体調も良くなってきて、ね、いや大変でしたね。今日お土産を買いに来ました。はい、ちょっと歩きましょう。レッツゴー。ボカといえばね、この入り口ですね。これがカミニートですね。これがあの有名な紙ニート、そうです。写真スポットですね。こっち側の道とこっち側の道とこっち側の斜めに走ってる、これがカミニートです。観光名所中の観光名所だね。カラフルカラフル。工事中だったから初めて全体見た。あ、本当、うん、どうする、歩く、向こう歩く、こっちがカミニート、これがカミニート、あ、こっちは別の通り、これもカミニートの一部かもしれないけど、この斜めに走ってるこれがカミニートのはず。なるほど、そうかわいいワンちゃんがいっぱい。そう、カミニート、イエーイ。いい壁ですね。いい壁、ええ壁やな。なんか撮ればポーズ持ってよ。いいね。なんかこうも撮っていいかもね。こういう感じで。イエーイ。いいじゃん。いい感じ、ね、かわいいわね、あんた。あらあ歩いてます。あ、待って、なんかめっちゃ良さそう。あー、そうね、かわいい。オラバンディア、これ釘でできてんだね。看護ポーズ、これもすごく置物でね。イエロー、鉄ね、アイロン、鉄ね。綺麗なお家ですね。歌ってます。もうどこを向いてもカラフルな家がね。石畳のね、まさにカミニートっていうね。お土産屋さんもね、この辺にいっぱいありますよ。ぎっしりぎっしり。T シャツ買いたいね。アルゼンチン T シャツ買いたいね。思いっきりお土産の T シャツ欲しい。もうこの辺はお土産屋さんもいっぱいある。お土産屋さんね、いろいろ見てますけど、まあ大体ね、どこもね似たり寄ったりですけど、まあ値段が結構強気よね。ヌードコアルタが結構強気の値段ですね。この建物のね、2階から見てるのがアルゼンチンの英雄、右から
カルロス・ガルデル、真ん中がエヴァ・ペロン、通称エビーター、左がマラドーナの3人でございますね。とても有名人の、アルゼンチンのとても有名な3人でございます。なかなか味のある絵が並んでますけども、結構味のある絵がいっぱいあるね。あれメッシか？メッシでしょ。あれメッシか。デフォルト、本当だ、10番メッシ。デフォルメしてんな。マラドーナ2人いるんか。ビル違うもん。羽が生えてる。本当だ。ああ、マラドーナがアンジェ、アンヘルに、天使になっちゃってるんだ。これはもう使ってないあの線路ですね。おお、すごい、うん。向こうに歩くと、あのボカジュニアのドームが本拠地です。ここが有名なボカジュニアの本拠地でもあります。どっちだっけ、あの、まああれ、チョリパン、チョリパンいいね。中身一緒だね、割とね。パッと見一緒じゃない？結局納品してる大元が一緒なんだよな。一緒だよね。結構どこのお土産屋さんも一緒ですね、売ってるもんがね。そういうのお土産屋さんが集まってる場所あるあるだけどね。全国一緒ですね、どこもね。お土産いっぱいあるね。あ、この辺のお土産はちょっとだけ良心的かな、うん、他よりね。あ、結構安いのもあるじゃん。マテマグネット可愛い。靴下、キルメス靴下だ。キルメス薄っ。めっちゃ薄い。キルメスペロ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 。そういえばこの壁画みたいなやつをまだ買ってなかった。ああ、うん、単語って大きくあるやつがいいな。ああ、単語バールとかね。あるね。うん、いろいろあるよ。いくらぐらいなんだこれ。さあ、ちょっとちっちゃくね。ちょっとちっちゃい。あのさ、単語ショーとかやってるさ、レストランがある通りをさ、ここまっすぐ行ったら。ちょっと曲がってみるか。この辺かな。あ、これかな、この通りじゃね。おお、すごいすごいすごい。これだこれだ、この通りだ。うん、いっぱいある。毎日が、毎日がフェスティバル。
かわいいね。かわいい。うん。めっちゃかわいい。味がある。すごいかわいい。そうだね。彼が塗ってるんだね。なんか欲しいのある？ちょっとなんか一個欲しいなって思っちゃった。ちょっとお家に飾るのに可愛いかも。可愛いね。すごい味があるね、彼の絵。これがボカのレストランでよくやってるタンゴライブが見れるレストランです。今街中のところで踊ってる人よりかちょっとうまいです。そうね、そうね。で街中の人も日によってはめちゃくちゃうまいダンサーいたりするから。結構サンテレモ のプラサドレゴの周りのカフェとかも結構店内にこういう小さいステージがあって踊ってたりする。でもどこも踊る場所狭いから多分大変。狭いし足場ガタガタだし。そう、でお客さんもすごい近いじゃん、今空いてるけど。アサード、これがアルゼンチン肉だぜ。おいしい。タンゴをね、バックに肉を。いいね、超アルゼンチン。アルヘンチラッソ。ボカで肉をってアルゼンチンね。いいね、完璧じゃないか。あ、肉うまっ。おいしいよね。Se oye fuerte. Ahí vamos, chicos, arriba, arriba, los aplausos, vamos, Japón.
わけでね、ラボカで2人ともあの絶賛大絶賛のパフォーマンスをしてこれで本物の単語人として洗礼を受けたという感じ。いや楽しかったですね。なんかまさか踊れ踊ることになるとは思った。急に踊れって言われたらしい、ね、急にダンサーだろ踊れよみたいな。俺ちょうどトイレで席外してたんで見てないんですけど、うん、楽しんだみたいで何よりでございます。じゃあというわけで僕は堪能しましたね。堪能しました。じゃあ帰りましょうか。